となりました。ここからのステージはよさこい鳴子踊りご覧いただきたいと思います。高知で有名なものといえば龍馬さんと並んでよさこいですよね。よさこい鳴子踊りの本家高知市では毎年8月10日11日のよさこい祭りの本番におよそ190チーム2万人の踊り子が参加をして、高知市内の共演場や演舞場でエネルギッシュな踊りが披露され、町中よさこい祭り一色に包まれます。8月9日にはよさこい祭りの前夜祭、12日にはよさこい祭り高野祭とよさこい全国大会が開催されています。県外からお越しの皆様方、ぜひ来年の夏にはよさこい祭りをご覧にまた高知に来ていただきたいと思いますが、ここから少しだけステージではよさこい鳴子踊りご披露をさせていただきます。トップバッターは龍馬さんの生まれた町上町から上町よさこい鳴子連の皆さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、ご紹介いただきました上町よさこい鳴子連と申します。ご紹介これもいただきましたけれども、坂本龍馬先生の生誕地からやってまいりました。はい、龍馬さんのね、生まれた町の上町という文字を背中に背負ってのこの桂浜での演舞というのはどんな気分なんでしょうか。そうですね、龍馬先生に関わりの深いチームとして非常にも光栄に思っております。毎年呼んでいただいておりますので、龍馬さんももしかしてよさこいがあったらきっと上町でしたよね。そうですね、うん、そういうことになります、はい、でも子供チームなんでね、ここでは踊れないんですけど、はい、ちっちゃい頃はね、はい、上町で踊ってたと思うんですが、はい、今日男の子もいらっしゃるんですね。はい、今年は147名ほど踊り子がおるんですけれども、その中で男の子が2人、はいはい、で今日はそのうちの1人がセンターでどしっと構えて、はい、参加してくれております。はい、振り向きましたね、はい、1人だけちょっとね、衣装が皆さん女の子は赤い衣装なんですが、男の子は紫色ということでね、はいそうです、はい、センターでどしっと今日は踊っていただきたいと思います。まるで龍馬さんみたいですね。そうですね、はい、ちっちゃい龍馬ということで、ね、はい、頑張って踊ってください。それではよろしくお願いします。はい、第42回龍馬祭にお越しの皆様、我々は上町よさこい鳴子連と申します。もう何度も説明もしていただきましたけれども、坂本龍馬先生の誕生地からやってまいりました。今も坂本龍馬の先生の誕生地では今誕生祭が行われております。今日はね、日曜日ということで龍馬祭りと誕生祭と重なりましたけれども、今日は1日かけていろんなイベントが行われます。今日は毎年呼んでいただいております龍馬祭り、踊り子たちの元気いっぱい可愛い踊りをご覧いただきたいと思います。さあ踊り子さん、元気いっぱい笑顔で踊れますか。よさこい好きですか。暑さに負けず踊りますか。じゃあ踊るぜよ、踊るぜよ。龍馬祭りにお越しの皆様に、こじゃんちかわいい福が来る。上町ハッピー。さあ踊ろう、笑顔はじける。わずかの庭福が来る。
Yeah.
福娘の皆さん、そして今日はね、刻一点の龍馬役の男の子、ありがとうございました。